目隠しをして、スイカ割りをする男性。スイカ割りとは、用意したスイカの果実を、目隠しをした挑戦者が、周囲の声だけを頼りに、手にした棒で割る遊びである。前もって挑戦者の体を回転させ、平行感覚を狂わせてから開始することもある。一般的には、海水浴場などの砂浜で行われることが多いが、保育園、幼稚園の園庭や、 各種イベント会場などでも行われる。スイカ割りは日本の夏の風物詩である。挑戦者は視界がほとんどない状態のため、恋にスイカがない方向を指示したり、平行感覚を狂わせている時は正しい方向を指示しても違う方向に行ってしまったり、するとスイカ割りに参加しない第三者との接触や棒による、 怪我等のトラブルを発生させてしまう可能性があるので、挑戦者以外の参加者は注意する必要がある。割った後のスイカは食べるのが普通だが、砂浜で割れると、スイカの断面に砂が付着して、食べるには適さない状態になることが多いことから、スイカのもとに、いわゆるレジャーシートや段ボールなどを敷いて行うことが多い。農業協同組合が設立した、日本スイカあり協会が、 1991年に定めた公式ルールを紹介する。なお、j s w a は JA がスイカの消費拡大を目的として行ったキャンペーンのために設立されたものであり、現在は存在していない。JA 道のく村山が設立した日本スイカ割推進協会が定めたルール、ありがとうございます。